駅からまたしばらく歩いてきました。さっきまでは、まあ、いわゆる平和学習みたいなことをやっていたんですが、今度はその反対側、もう大体ね、駅前のこの通り沿いにいろいろと長崎の見どころは集中しています。そしてここ、まあ、ホテルベルビュー長崎出島と書いてありますが、昔一回ね皆さんにご覧に入れましたけど、また随分その当時と比べてですね、工事が終わりまして、見どころが多分変わったんじゃないかと思います。この前方にあるのが出島です。昔皆さんも勉強されたんじゃないかな、もしかしたら現在進行形で勉強されているかもしれませんが、江戸幕府の公式に認められた唯一の貿易の地として開かれていた長崎出島の商館群がそこに立っていて、昔はその辺りも海だったわけですが、まあ、近頃はですね、この辺りも埋め立てられまして、このようにいろんな建物が広がっているようなところになっています。昔出島の入り口は、昔というのは観光地としての出島の入り口はそこでして、今もなんか人がいっぱいいるみたいですけど、近頃はですね、出島がちゃんと出島として作られたその当時のような形を結構見せているみたいでして、新しく橋が架けられたりとか、その橋もなかなか面白い構造をしておりまして、それこれ出島の情景ですね。こんな感じ。昔はもちろんこの辺りもこう全部海だったわけですが、近頃では埋め立てられてこんな感じになっているというわけです。で、まあ、こっちはね、海っていうか、ここは昔から陸地だったのかな。確かこれの裏側のあっちの方向がですね、もともと海だったはずです。で、このようにして、張り出していた埋め立て地のところから、外国の貿易船みたいな、これはつまり清国とそれからオランダだけなわけですが、それがこうこのように出入りをしておりました。オランダはね、当時幕府が交流していた唯一の西洋で、キリスト教圏ではあったんだけれども、キリスト教は布教しないということで、大丈夫ですよということでお墨付きをもらったから、特別に貿易が許可されていたわけです。でもね、鎖国ってどうなんですかね。幕府も外国のこと何があったかっていうのは全部分かってたんですよね。フランス革命やりましたとかいうのは、オランダ風雪書きとかいうね、ニュースペーパーみたいなやつで全部知ってたらしいですけど、まあ、ただそれでも外国の進んだものはまあそれなりに取り入れつつもっていうのがね、そこがミソなのかな。完全にシャットアウトしなかったのは、それはやっぱり幕府もバカじゃなかったんだなっていう気がします。さっき出島ナンバーみたいなこと言いましたが、こんな感じでですね、扇形をしておりまして、こういうバームクーヘンみたいな形ですよね。で、少しだけ仕上げたのが出島の特徴です。あとこの橋ですが、前はこんな橋はなかったんですけど作られまして、見ていただくと随分こうね、左右非対称な形をしているわけですけれど、これすごい技術だそう で、この橋のこういうなんですか、この筋みたいなこういうやつでもって、特殊な構造をして、こちら側にのみ重さを、押してやって、向こう側の出島側にはほぼ負荷がかからないように設計をされた橋なんだそうです。これによって出島の正面玄関を昔のように再現したと、そんな風に聞きました。こっち側から出島に入るのは初めてです。人生で3回目になりますが、昔はあっちからでね、なんかしょぼいなと思ったものですけれど、表玄関から入れるっていうのは嬉しいことです。このミニ出島というのがね、結構勉強になる、参考になるわけですが、今道路はここを通っていますけれど、昔はこんな感じ、この水のところ、これひたひたしているのは全部海だったわけです。そして今も向こうの方面にね、海がつながっているのは、ちょっとこの映像からだと分かりにくいかもしれませんが、この建物の裏側にはまあ港みたいなものがあります。まあ、昔はこんな感じでした。で、今はね、そこにこうなぜか小銭が、なんでか知らないけれど何を信仰しているのか分かりませんが、ここでもまた偶像崇拝の典型が見られるわけですけれど、ここでですね、こう出入りをしていたところは、まあ、横の、海側への入り口となっていまして、ここにはこのオランダですよね、まさにネザーランドのこの国旗がなんかたなびいたような感じで金属で作られているのが見えます。正面の玄関からして出島はこれが正面で、この門をさっき私も通って、まあ、橋は今の形とは違いますが、これでこう通ってからこう左右に広がるような、まあ、商館とか貿易商のこう建物とか、そういったものが並んでいたというわけです。貿易商とか、あとは蔵とかそういうものですかね。この実際の出島の上で私の立っている場所は、ちょうど今この木の植わっているあたりでして、それほど大きい建物ではないというのもお分かりいただけると思います。何度も言うようですが、今全く島ではありません。何度か海地学校とか行った時に紹介した気もするんですけど、こんな感じでね、擬洋風建築とか言いまして、日本人なんだけど一応洋館みたいなものを作ろうとチャレンジしたという、まあ、明治時代とか江戸時代の終わりぐらいなんかに見られたような建物が多分ここで再現されてます。まあ、もしかしたら長崎のこの出島の場合はもっと早くからそういうのがあったかもしれませんけどね、やっぱり洋風にしておいた方がちょっといいという感じがするんじゃないでしょうか。特に向こうのあれなんか典型的なものですけれど、瓦屋根でその下にはこんな感じのこう窓枠がついている、これなんかまさに擬洋風建築の典型であるんじゃないでしょうか。出島は出てきてしまいましたけど、ここら辺からまた昔は海岸といいますか、まあ、また波がこうザブザブやっていたようなところでして、で埋め立てて今でも路面電車が通っております。まあ、大体わかりますよね、ここにこう波が寄せていたっていうのは想像に難くないところです。
今度長崎の石畳が美しいようなところまで行こうかなと思って、そのまんまですね、出島のところから電車に乗るのも不便なので、じゃあ歩いていこうということにしたんですが、これですね、我が国鉄道発祥の地と書いてあります。私ね、ここにあるのは実は知らなかった。長崎だっていうことぐらいはさすがに知ってましたけどね、慶応元年の1865年にグラバーさんがここにレールを敷いてイギリスの蒸気機関車を走らせましたと書いてありますが、これがまさにその図なわけですけれど、日本の鉄道の初めてはですね、新橋横浜間だというふうによく言われるんですが、それは確かにそうなんですけれど、その前にエキシビションをやっておりまして、それが1865年、江戸時代にですね、試しにここに引いてみた2本のレールとその上にこう蒸気機関車という本格的な近代的鉄道が、実は運行されておりまして、営業路線とかそういうのではないんですが、この長崎が実は鉄道の発祥の場所で、その鉄道の開業よりも7年も早かったということなんですね。これはね、知ってる方も多いかと思いますけど、私もこの場所だとは知りませんでした。こんな風に日が立ってるんですね。ここに、なるほど、この辺のまっすぐなところに海沿いのところへ走らしてたんだ。この図によりますと、あちら側の山のところをこういう向きで通ってたみたいですね。今でもそこに鉄道が通っています。でその路面電車のところからまた少し奥に入ってきましたが、ここがオランダ通りとかなんとか言いますが、昔の偉人さんたちがたくさん住んでいたようなところです。大浦東山手居留地跡とかね、それから旧香港上海銀行長崎支店記念館とかいろいろ書いてありますが、昔の人たちはこの辺りを拠点、活動の拠点としていたから、異国情緒もあるようなところだというわけです。これ多分ミッション系の学校だと思いますけど、活水ってものかな、女子大学とかなんとかそういうのもいろいろありますが、この石畳がこのように連なっているところがオランダ坂と言われている長崎の名所の一つで、もともとさっき言ったようにオランダの人たちが住んでいたから、そのままオランダさんとかね、そういうふうにも呼んでいた時代があったようです。読めないんですけど、長崎居留地時代の遺構です、大切にいたしましょうって書いてありますから、江戸時代に書いたなんかこの土地の境界表みたいなやつですかね、そういうのも残ってるようですよ。すごいね、こんな風に残ってんだね。留置橋って書いてあるのか、ここが多分そのやっぱ境界ってことなんですね。じゃあこのレンガもそのぐらいの頃からあるってことかね。夕方になってくるとこんな感じで照明がつくもんですね。長崎のこの地区になると大体そうなんですね。こっちにこれ知らなかったですけど、中高一貫の男子校みたいなのあるようですけれど、やっぱりこう教会のあれ十字架がかかっててね、随分豪華 なんかリゾートホテルみたいな高校ですけど、ここで勉強してる人はいつもなんか思うんですかね、こんな高校なんですよって、これ自慢なのか、それとも実際にはどうにも思ってないっていうのが一番ある節だと思いますけど、こんな感じでずっとね、のんびり昔ながらの石畳みたいなのがありますが、こういうところなら確かに原爆が落ちてもその熱線から逃れる人の数も多そうですと言っても、相当な被害が出たということは忘れてはならないことですけれど、真正面にここにまた木が茂っていますが、その裏側にまた海がありまして、造船所なども数多いところです。三菱とかでいろいろ作ってたり、軍艦の建造などもして、戦艦武蔵は長崎で作られたんだそうです。こういうふうに唐突にこう 魚じゃないや車が坂道をこう曲がってきますんで、結構歩くのにも神経を使うところかもしれません。長崎は生徒送迎の自家用車は地域住民への迷惑になります、強気な看板、こういうのいいですね。なんかこう いいのか分かんないけど、昭和的な感じがします。この上にミッション系の女子大みたいなのがあって、こっち側にミッション系の大学じゃないや、中高一貫の男子校があり、こっちのこれは分かりませんが、ここもまた多分ミッション系の何かだと思います。ミッション系つまりキリスト教系ですよね、そういう感じの建物ですから、これはそうだと思いますけれど、本当に多いんだな長崎のこの地区は。で明日ね、これまで九州にずっといましたけど、明日ちょっと大学がありますんで、今から大学に出席しなきゃいけないんですね。登校するんですよ今から。だから長崎の見物はだいたいここら辺で終わり、あとは、のんびりこうちゃんぽんかなんか食べて帰ろうと思いますけど、さっきこの平和公園じゃないや、大浦天主堂の前でカステラ食べましたけど、あそこで食べた文明堂のカステラ、電話が2番とかうんねんとか言いましたが、あの文明堂と違うらしいんですね。あの文明堂は関係はあるんですけれど、今ねここでお土産カステラを買って聞いたんですが、昔のれん分けをしたそうでして、文明堂総本店という名前でやっております。総本店というその本店がここで営業しているわけではなく、文明堂総本店という名前のチェーンなんですね。だから長崎でしか買うことはできないんだそうです。これで、東京にですねお土産の文明堂総本店のカステラを持って帰って、東京じゃ、じゃあ横浜なんですけど、大学の先生に食べていただくというのもとてもいいことでしょう。山がちなこの地形、そこにたくさん家々が並び、ホテルなどもたくさんあって、そういったところだから、なるほど、確かに日本三大夜景の中の一つに長崎稲佐山からの夜景が入るというのも、これもよくわかる、納得だなと思うものです。
しかしそれを全て見る前にあと10分後その特急かもめ38号に乗って福岡まで向かいます。博多駅特急かもめは黒いカモメになっております。まあ、黒いカモメが何なのかはまた別の動画にてご説明しましょうか。